この番組はですね、ソーシャルに大変気を使っている番組でございます。なんすかこれ、こんなに必要、僕ら念には念をよ、念には念を、念をこんなにソーシャルって必要ですか。これでやっていきます。もぐらやっぱ無理だわこれは。寄りましょう。近づいていいですか、うん、これ近づいてって、この第三国みたいなとこ行こう。車2台分ぐらい。なんでお前が寄ってこないんだよ。始まりました、銀河系最強のクズ芸人が人生をかけてお送りするパチンコパチスロ実践バラエティ番組、クズパチ。来ましたね。ありがたいですよ。始まりましたね。私がですね、空気階段の鈴木もぐらと申します。現在体脂肪率が 52% と、体の半分以上が油でございます。よろしくお願いします。そして私が、人力車版鈴木もぐらプロダクション人力車から来ました、岡野陽一と申します。お願いします。いやーね、始まりましたよ。始まっちゃいましたよ。これ嬉しいよ、もぐら。僕はこれ、これ仕事なんですか。違います。違いますよね。これはもう仕事じゃない。仕事じゃないですよね。でもね、もぐら、はい、俺はもうこれがやりたくて芸人になったとこあるよ。本当に友達とパチンコを打つ、はい、最高だよ。最高ですよね。まずはじゃあこれは仕事じゃないという認識はここで。だから見る方も別にこうじゃねえかよって言われてもプライベートなんで。この番組はクズ芸人2人が乗り打ちをしてサマイプラスを目指すバラエティ番組です。なんと番組から軍資金が4万円も支給され、さらに1日のサダマがプラスの場合は番組から金一封がもらえるというクズ芸人にとって非常に美味しい番組となっております。またシーズンを通しての結果が良ければ、これまたご褒美があるということです。ちなみに今私がこのルールを説明している間、岡野さんは競馬を買っております。軍資金がもう4万円という。いやすごい。これ2人ででしょ。2人でです。だからもう乗りなんだね。そうです、一心同体なわけです。僕らは終わりじゃん、もうなんか。僕ら2人でもこう普通の人間の力はないよ。今までどうですか、もぐらは。生涯の終始というかプラスなわけない。まあそうだよな。2人合わせたらその地方自治体の予算ぐらいはある。あるかもしれないですね。この番組でリセットしたいですよね。そうね、だってプラスになったら賞金がもらえるでしょ。そうです、金一封が出るんですよ。ただもぐら、これはね、僕はいつも思いますけど、はい、金一封っていう大人は信用できません。いや、やっぱ確かな額を言ってくれないと。私事なので申し訳ないんですけど、どうした。もう本当に久々にパチンコパチスロ打てるということで。あ、そうなの。私その結婚をしてですね、はいはいはい、家庭を持って以来、うんうんうん、小遣いが1日500円でして。500円の。え、1日です。1ヶ月以上の軍資金を今日いただいてる。そうです。マジか。ダメだよ、本当。打たないとか、打たずに打たずに帰るとかダメだからね。そうですね。それはもちろんですよ。これはちょっともう引きも溜まってるし。引きも溜まってますよ。え、どうするの。ちなみにさ、はい、その軍資金で買って賞金もらったら、はい、それはどうするの。奥さんに言うの。いや、それはちょっと内緒にしてくださいよ。何年ぶりだろ。しっかりするの。ほんと2年ぶりとか。違う違う、僕らなんか並んでたじゃん、パチンコ屋に。いやいや違う、緊急事態宣言が出るか出ないかの時に新宿のパチンコ屋もぐら10年続く番組にしましょう。いいですね。10年続く番組でね、うん、最後のこう打ちながら灰になりたい。あー、わかる。そうなりたい。もうこのままね、はい、なくなりたい。なくなりたい。全うしたい。このまま天寿を全うしたいです。楽しみにしてますよ、はい、行きましょう、行きましょう行きましょう。よっしゃ。おい、現玉。うわそれ。おい、ありがとうございます。いいよ。確かに。いやいや確かに。今行く。
違う、これ乗り打ちだから。いや、僕らもう、そういうのじゃないのよ。いや、一応2枚くださいとかじゃないんだから。いやいや、一応でもこのツルツルがいいんだよな。わかる、そのね、一万円札のツルツル、ここ気持ちいいんだよ。ここずっと触ってられるよな。このね、ツルツルを使ったら本当政府がね、うん、やったことで一番いいこと。これクワクするわ。クワクしますね。じゃあ行ってきます。はい、行きましょう。タバコ吸おう。じゃあまずはね。まずは、まあ、タバコ吸ってからじゃないと。まずもう一発目の戦い。もうそう、勝負始まってんすよね、ここで。これ楽しいよね。これでもう脳汁が出てるもん。ここで。確かに。これ見せてやるよ。ここで引きを。引きをね。ああ緊張する。いやいやいや、頼みますよ。お前こそな、本当。いやいやいや。こんなに来ない。どこだモグラ。ああ来た来た来た。やばいやばいやばい。これどこだ。ああ、ここ。うわ、ちょっと待って。開いてる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 。開いてます。角開いてますよ。やばいモグラ、取られちゃう。いいですか、じゃあ。取られちゃう。やば。よっしゃ。やば。よー。もう我々が一番好きな台。一番好きな台。最高ですよ、本当に。いやー。まあ、よく取れましたね。いやいや、めっちゃ嬉しい。諦めてたもん俺。いや、僕も無理だと思ってました。はい、まあ、とりあえずタバコを吸いに行きますか。あ、お願いします。じゃあ、行きます。ちょっと不安になってきたな。誰も誰もなんでこの皆さん手だれの人よ。もう、まあ、よく通ってらっしゃる。いや、そうですよね。で、多分常連さんというか、うお店のことをものすごく知ってる方々。そうなのよ。なんですよね。それが一人も行かないのよ。ということで、本日我々が、はい、打つ騎士は、はい、こちらでございます。山佐さんのね、スーパーリノマックス。これが、はい、やりたかったんですよ。これやりたかった。ずっとずっと打ちたかったです、これ。まさかこんないい台が取れるとはね。これは打てないだろうなと今日思ってたんで。でしょ、はい。これを並んで打てるなんてもう最高の最高スタートだよね。最高のスタート。これだから、打ったことない人はね、分かんないと思いますけど、はい、ルールは簡単、はいはい、このトマト、このトマトを揃えたら勝ち。まあ資金は4万円ですから、じゃあ行きましょう。4万円あったら1回はトマト揃いますね。そう ね, ね1回はね、1回は揃いますね。じゃあ私は NF86782525 これを使います。わかりました。私は NA460386B。 いやー、いいですね、はい、B。 じゃあ行きましょう、もう、はい、行きましょう。お願いします。打ち始めていきます。はい。あー、記念すべき。あー、最高だ。1回転目始まっちゃいました ね, ねー、もう打たなくてもいいよな。打たなくてもいい。でもさ、こういつでも期待感があるのがいいよね。そう、もうね、いつ来るか分かんないんで、トマトが。これでもね、やらない人意外とね、なんでこんなことして面白いのとか言って言うじゃん。やーべー、来たー。来た。あー、もう面白い。もうね、これ、この右上に、まあ逆から押して右上にトマトが来たと、トマトが揃いますよと、チャンスですよということなんですけど、まあ、まずね、ここ真ん中、うん、適当に押して、押して、もう目つぶって押して、トマトがテンパります。はい、はい、揃った、はい、トマトテンパります。で、はい、こっからですよ。こっからが3択なんですね。そう、どこのトマトを狙うか。そう、左にトマトが3つあるんですよ。わかります、この絵。よ、まあ、そうですね。でもこれもなんだけどね。そう、4つだから。4つあるんですよ。そのうちどれかが正解、その時はトマトが揃うんです。そう、そしてトマトが揃うとすごい出る。僕は今僕はね思ってるのは、食感は緑。いや、赤だよ。いやいやいや、ちょっと待って、
いや任せるよ。あと自然体打法っていうのがあるんですけど。お、何ですか。一応このトマトテンパリじゃないですか。で今からタバコ吸いに行きますでタバコを吸いに行って戻ってきて普通に打つ。だからためらいなくとかなく、もう戻ってきました。だから熱くない感じでね。熱くない感じ。なんで一発目からその変な打法すんだよ確かに。いや一発目はもうモグラの好きなやついけよ。じゃあいいですか。俺ねマジで青だと、あの緑なのだと思います、ね、やばー、めっちゃおもろい。モグラ行きますよ、行きますよ、行きますよ。ほら、ほーおーほー来た。やばい、最あんた最高だ。いやいや、もうこれ来た来た来た。ソーサルがなかったらもう確かに。ありがとうモグラ。これ話した時に人生で一番心地いい音になりますから聞いてください皆さん、はい、いきますよ。あ、これあーあーこれです。はい、いや、よくやった。いやこれは乗り打ち最高。そう、これ2人のトマトなんて。これわかる。いやいや、あ、入った。イエーイ。よしよしよし。さあ、いや最高だな。皆さん入りました。当たりました。まあ7がねここに、中段にあって、真ん中リプレイ以外だったら入ってます。はいはいはい、じゃあ揃わさせてお願いします。あとはビッグかバーだね。そうそう、まあ、この7が揃ったらビッグね。そうで黒いのが揃ったらこれお化けって言いますね。そうそう、お化けね、お化けまあ簡単に7の方がいいですよ。はいはい、いきますよ。はい、でいけ。おいクズパチ初ビッグ。初ビッグ。いやなんか調子いいね。ちょっとこれ勢いつきますね。やばいね。いいですか、打ち始めちゃって。いくよ、いきますよ。うわあえ、投資、いや投資いくらですか。投資4000円でビッグ。これスーパーアリの4000円でビッグ。こんなことないんだから。こんなことない、ありえないことが起きてます。いやすごい。これで僕は3万使っても大丈夫っす。でもさ、はい、やっぱいいよな。あーあーあーあああ、今どっちかどっち、ああ、もう揃ってんだうわあ、確かにこれあの隠すっていう、ほんでこうやって見るっていうのありますよ。見るってあります。そうそうそう、いきます、いきましょうか。いくよ。はい、天に任せましょう。クズパチ一発目だから。よっしゃ、頼む。いくよ。あー、はい。いや、マジ押した、押したっすか、押した怖い。離さないでね。見れない、怖くて。バッていく、バッていくよ。頼む。いろ、せーの、いってくれ。うわいなかった。こういうことっす。これは三択を外しちゃったっていうことですね。これがモグラとの差ですわ。これを仕留めたら同じになれたんです。そうです、そうです。いやおもろいな。面白い、本当面白い。しかこれ本当に友達同士で打つ面白い。そう、ああ楽しいわ。でもね、トマトがいっぱい出るってのはいいことだから、ね、いいことです。僕ね、パチンコ屋さんでバイトしてたんですけど、その時の店長にボーナス終了後1ゲーム目はどんな機種でも1ゲーム連するつもりで打てる心づもりね。そうしないと勝てないって言われたんで、あ、気合をどんな機種でも1ゲーム連するつもりで打てる。リノは現実的だから。おい、なんか来た感じするわ、まあ、来た感じしますね。でさ、これもまあさっき逆押しで入ったんで、僕は逆でいきます。まあ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 、まあ、さっきと同じパターンね、これ。あ、まあ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 安心よ。まあまあそうです。でこれが VV になったら、セーフで、 V じゃなかった時、 V じゃなかった時の、5分の1で、あの、5分の1なん、岡野さんと同じ状態になってやめろ、俺と同じ状態って言うな何にもチャンスがない状態ね5分の1で岡野さん状態止めてみましょう。あ、行こう。あれ、わかんない。いやいや、わかんない。わかんない。
岡野なれ。いや違うわ、ダメだ、乗り打ちだ、乗り打ちだから。これもぐらもっと出そう。まあ一人が当たってればだいぶ気楽です。そうなの、二人ともこの状態で、こういっちゃうと結構きついよね。そう、そしたらやっぱどっちかが、落ちないように落ちないようにみたいな、そうそうそう、戦いみたいになっちゃう、うん、逆に言うと今のもぐらにはトマトが出るチャンスがないからね。トマトでワクワクできるチャンスが、はい、いやそうですね、ないですね。僕はずっと楽しいの今そう今ね、僕はトマト引いてもね、そう、あの引き損になっちゃう。そうそうそう、考え方ですわね。考え方ですね。そうです、常に人生にもトマトみたいなもんがあればねやってけるよね。確かにやってきますね。やってけるよね。そう、自分で見つけるもんですからね、トマトはね、おのおののトマトを自分で見つけるもんですからね、おのおののトマトを。おい、おい、え、キラ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 、これキラキラ三連ちゃんじゃない。いくよこれ。いや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 、モグラモグラ、俺はもう最高だよ。最高っす、最高だ。いや頼みますよ。あー、キラキラいるよ、キラキラがいる。よし、追加します。どうぞ。あれ、お札盗まれたかもしれない。いやいやいや、お前取ってない。取ってない、取ってない、取ってないです。あ、あぶねえ。え、うわ、あぶねえ、あぶねえ、マジで落としてた。何してんすかマジで。これ俺のあれでもある、俺の金でもあるんすから。これだからもう、そう、同じの狙い続けたらね、わかる、そういうことになる。ドツボにはまるよな。そうです、その日はそれしか狙えなくなるよね。そうです。いや、まさにね、リノは人生ですね。そうですね、そんなトマトなんてめったに来ないけど。そう、めったに来ないけど、来た時にものにできるか。そう、で、そう、で3分の1ぐらいはチャンスあるよっていうね。そうなのよ。そので、こうやってさ、横ではものにしたやつがいてさ、ここでは2回ものにしなかったやつがいてでも俺はね、ここで諦めたらダメなんですよ。そう、諦めたら終わっちゃうから、ここで突っ込み続ける。そう、これが大事なのよ。そうですね、まさに人生ですよね。そこまで人生、リノは人生、人生、リノは人生で、真ん中に7になってきます。次揃っちゃうんじゃない7が、ね、いや、これ、これ大事。あれ、ちょっと本当に嫌だ。貴様貴様許さないから、おい、あれ、お、岡野、お、岡野あなた、岡野、岡野今日何時に収録終わるのかな。今日はだいたい5時ぐらいっぽいですけど、伸ばせないかないや、僕もね、7時まで無理ですか。7時まで、いや7時いいよな、一番7時がいいね。でもそのカメラマンさんとかやっぱディレクターさんがね、まあ確かにね、予定があったりとか。でも金渡せばいいだろう確かにね、金一封出たら、そうそう、そのディレクターさんに金渡せば、そう、残ってくれるだろう。どうせ出ますからね、返してもらってねえだろう多分、まあね、だってクズパチに回されるぐらいです確かに、なんか多分前科がある人がやってんだろうね。そうですね何かしらの、これ相当状態、今のところ今のところまだやめる理由ない。そうね、あ、ほらほらほらね、やばほらでね、これなり場だと思うでしょ。これ直後はね、直後はね、僕ね、まだ10ゲームぐらいじゃないですか。直後は同じので行きたいんです。なり場で、なり場で、お詫びの、なり場で、お詫びの、お詫びのすいません、やっぱ俺赤だと思うけどな。いやでね、これ50ゲームぐらい空いてたら赤なのよオカルト会議いいよ。いやでも直後は、分かった分かった、すいませんでしたって。あ、じゃあやっぱなり場でしたって、このね、なり場さんが、なり場さんが謝りに来た、謝りに来た、私です、私です私でしたよねっていうやつなんです。行こう、行きます、行きますよ、なり場行きますよ。ほらね、これよ行きましょう、
ファンファーレを聞きましょう。はい、いやーモグラはやっぱいいね。だ今のところ3分の2わかる、トマトチャンス3回来て3択のチャンスが3回来て2回当ててる。すごい。で正直さ、はい、この残りの1万使いにくかったからさ、はい、あのこれでいくらでも使えるよ。まあ確かにね、僕の方はまだ5000円残ってるんで。あれ、あ入った、冗談来い、はい、はい、はい、いただきました、じゃあ狙っていきましょう。ビッグかな。あビッグ、よし、ありがとうございます。あ全ビッグだ。全ビッグです今のところ。あとはビッグかバケタね。あなたもビッグしか引かないから。はい、クズパチ初めてのバケでございます。確かに攻め的に、あバケですね。まあ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 、でもモグラちゃん、いやー気持ちいい。それにしてもあれだな、グズパチってひでえ名前だな。確かにね、どういう会議だった。確かにひでえ4文字ですよ、グズパチって。あいじゃない。もっとあるっすよ、なんか、まあ、岡野もぐらの脳汁ドバドバチャンネルとかさ。確かにね、会議で出たのかな、何個か脳ドバとかありますよね。脳ドバいいね。確かに。いやー、はいはい、トマトちゃん、ほう、はいはいはい、全然全然、ツイッターで質問が来てて、はい、あ、はいはい、それに答えるというか、あ、全然全然全然、全然我々でよければ、はい、何でも、もう、はいはい、あ、なるほど、パチンコを始めたきっかけ、始めたきっかけ、なるほどね。これね、僕はね、うん、パチンコ屋さんでね、バイト始めたんですよ、先に。あ、何にもやらない状態から。そうです、うんうんうん、で、バイト始めて、でそこで、まあ、いろんな機種があるじゃないですか、うんうん、だからまあその知っとかなきゃいけない。ああ、なるほどね。で、まあ、いろいろ説明するのもいいんだけど、自分で打ちに行くのが一番早いよって言われて、やっぱね、打たなきゃ覚えないからね。そうそうそう、で打てばお客さんの気持ちも分かるし、はい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 、でそれで勧められていったらドハマりしちゃったって。こんな面白いものを分かる、打ってんのかっていうね。ああ、そっか、じゃあ意外とベタなハマりだね。そのいや、そうです、僕はだからね、仕事からなんですよ。僕も18歳なんだけど、はいはい、そ、高校、じゃあもう何年ですかパチンコ歴。21年。その21年前に高校の時付き合ってた彼女が卒業して、はいはいはい、高校卒業するとしばらく暇な時間あるじゃん。 ありますね。その時に彼女と毎日遊んでた時に、はい、福井県の田舎だから何も遊ぶことねえの、はいはい、で俺それまで全くそういうギャンブルとかやったことないから、リアルに、はい、で彼女が、パチンコ行ってみるっつって。えっつって。それ彼女は経験者だったんですか。そこなのよ、彼女の、親がめちゃめちゃハードパチンカ、ハードパチンカ両方、両方、そう、あ、じゃあサラブレッドっすか。そうなの、彼女。ほんで彼女がちょっと知ってたから教えてもらって、はい、あの時なんだ、海物語か銀パラ、銀パラ、銀パラか、俺正直覚えてないんだけど、はい、彼女は2箱ぐらい出て、はい、俺1万5000円負けたの、とにかく、はい、それだけ覚えてて、もうすごい速さで、もうでもさ、なくなっていきますよね、最初は。悔しくてさ、いや悔しいですよ、1万5000円。今までさ、その頃時給700円ぐらいでバイトしてたのよ、確かにね、田舎はそんなもんすよ、660円とか。で、それをこんな理不尽で失ったことねえわって思って、はいはい、はい、ほんで逆によくそのビギナーズラックで出てハマっちゃう人いるけど、はい、俺真逆で、はい、全然面白くなかったんだけど、はい、悔しくてさ、くそーと、そう、こんなことが許されるのかっつって。ほんで次の日から、まあ、出たことないんで分かんないですからね、まだその、もう楽しそう、それが悔しすぎて、一人でその1万5000円を取り戻す旅に出たの。そっからドハマり。だからその旅の途中ってことですよね、うん、その1万5000円を1回でも取り返してたら、うん、1万5000円だけ俺取り返すために出たら今借金1200万なんです。でもね
ね、僕パチンコ番組とか行って、はい、当たんなかったこと意外とないんですよ。あ、なるほど。なんかね、意外と引ける。だからね、トマトは引いてるんでね。なくなりました。だから共有できないんで。そっか、これパチンコだったらこうもらえるんだけど、一旦自腹ね。一旦よ、一旦自腹だから。あとで一旦ですよ。だからあとであれよ、賞金出たら返してよ。絶対に使っちゃいけないお金持ってきたんです。あ、やばい、2000円しかない。いやいや違う、大丈夫だ、土田じゃないですか。アリガニ全部持ってきたでしょ。ほら、絶対に使っちゃいけないお金を使います。あら、いやー、一発目から自腹か。いや仕方ない、これは。いや仕方ないですね。でもリノだから俺は。そう、まだね、これがね、取り返せないような騎士だったらもう、そ う, そ う, うわーってなってるんですけど、だから全然打てる。全然ね、まだね、これ V 字回復でこれね、あと自腹になったら急に出るってのあるよ。あ、確かに。やっぱちょっと流れが変わりますからね、自腹って。気合も違うしね。そう、止まったらタクシー止まりますから、行きます。うわ、ほら、え、すげえ。走りなさい。行きますよ、僕らも見といてね。はい、押した、行くよ。